後取りにならん無能なお前は家族じゃない。出て行け。同じ両親の血を分けた双子なのに、俺は弟に何もかも劣っていた。弟さえいなければ、蔑まれることもなく、平凡ながらも、普通の生活ができたのではないか、と幾度となく考えた。本来家族とは、頭の良し悪しで愛情が変わったりはしない。けれど、俺の家庭はそうではなく、出来損ないには厳しかった。これは、今では日本を代表する画家として活躍し、妻のミキと仲睦まじく幸せに暮らす俺の過去の壮絶な物語だ。すべて、あの人のおかげだ。そう。俺の人生はあの人に出会ってから大きく変わったのだ。俺の名前は佐藤健二。田舎町で医院を営む家庭に双子の兄として生まれた。代々医者をしていた実家は一般的な家庭と比べればかなり裕福な家庭と言えた。この医院は祖父が開業し、今は都内の医大を出た父が継いでいる。父と母はこの町で出会い、3年の交際期間を経て結婚。そして、二卵性双生児の俺と弟が生まれた。この時父は、一度に二人も跡取りができた、と大喜びしていたそうだ。けれど俺と弟は何もかもが対照的で、俺はそのすべてで弟よりも劣っていた。弟の名前はリュータ。スポーツ万能で、コミュニケーション能力が高く、成績も常にトップで、生徒会長というアニメの主人公のようなエリートだった。その一方、俺はというと、本当に双子なのか?と周りに言われるほどネクラで、運動も勉強も平凡、いや、それ以下の人間。二卵性の双子とはいえ、同じ両親の子供なのに、以前にモテモテなリュータと違って、俺は全くモテることもなく、それどころか、以前とまともに話したことすらなかった。俺とリュータは、幼少期こそ仲良く遊びに出かけたりしていたが、成長するにつれ、お互いがあまりにも対照的だと認識し始めた頃には、ほとんど口を聞かなくなっていった。そして父も、出来損ないの俺には構うことをせず、リュータばかりを気にかけるようになった。俺の父は、絵に描いたような亭主関白で、かなり厳しい人間だった。何でもそつなくこなすリュータは、何かするたびに父に褒められ、何をやらしてもうまくいかない俺はいつも怒られ、呆れられる。そんな日々だった。そんな俺にも、唯一大好きで得意なことがあった。それは、絵を描くことだ。けれど父は、自室で絵を描いている俺を見つけるたびに、お絵描きだなんてくだらないことしていない勉強しろ、と怒鳴りつけ、挙句の果てにはビンタまで食らわされた。一年に一度の誕生日という特別な日ですらも、リュータが豪華なプレゼントをもらうのに対して、俺はチンケなものしかもらえなかった。両親ともに厳しい人間なのかといえばそんなことはなく、母だけは俺とリュータを平等に見てくれていた。けれど、父が亭主関白だったがゆえに、母は怯えて逆らうことができずにいた。確かに俺はリュータに劣っている。そんなこと、物心ついた頃から分かっていたが、父が何でもかんでも俺とリュータを比較するものだから、さすがにうんざりしていた。そんな俺の拠り所となっていたのは、絵を描くことと、もう一つ、祖父の存在があった。中学時代、俺は部活に入っておらず、放課後は、ただ絵を
描くためだけに美術室に入り浸っていた。自室で描いていると、またくだらないと言われて怒られるかもしれないから、というのも関係しているのだが、俺は心の底から絵を描くことが好きだった。放課後以外にも、授業の合間の休み時間や、長い昼休みにも絵を描いて過ごした。ある日、俺は描き上げた絵を祖父に見せた。そしたら祖父はとても褒めてくれた。俺は誰かに褒められたことが、覚えている限り人生で一度もなかったので、祖父に、それも大好きな絵を褒めてもらえたことが、心の底から嬉しかった。そんな祖父は、時に竜太ばかりを贔屓する自分の息子である父に抗議してくれることがあった。けれど、祖父の言葉を父は一切聞き入れようとはしなかった。高校は、竜太は県内最難関の高校へ、俺は中の下くらいの普通の高校へとそれぞれ進学した。この頃になると、俺に期待をしない父はもう口を聞いてくれなくなっていた。俺は高校に上がっても、昔と変わらず絵を描き続けており、ぼんやりと美大に行きたいと考えていた。それから高3になり、美大への憧れがぼんやりしたものから、はっきりと形あるものになってきていた。都内の大学に進学できれば、必然的に一人暮らしになるので、息苦しい実家からも出ていけると思うと、余計に美大へ行きたくなった。そして俺は、思い切って両親に打ち明けたのだった。美大に行きたいです。美大だ？ふざけるな。お前に絵で食っていけるほどの才能があるのか？まったくなんでお前はそうなんだ。竜太は医大に行くって言って、塾にも通って勉学に励んでいる。なのにお前はお絵描きだ？後取りにならん無能なお前は家族じゃない。出て行け。予想はしていたが、父は激怒した。その光景を見ていた祖父が、部屋に俺を呼んだ。祖父の部屋へは自発的に訪れることはあっても、呼ばれることはこれまでほとんどなかったので、今回ばかりは祖父も美大に反対なのかと思い緊張した。けれど、部屋に入ると、祖父はいつものように穏やかで優しい表情をしていた。じいちゃんが学費を出してあげるから、賢治は自分の行きたい大学に行きなさい。俺はまたしても祖父に背中を押してもらった。父に否定された絵の道を祖父だけは応援してくれている。たった一人でも味方がいてくれることがこんなにも心強いものなのだと改めて実感した瞬間だった。そして俺は憧れていた都内にある美大に合格し、晴れて大学に進学することができた。弟の竜太も美大に合格した。父も通っていた医大は全国的にも有名な医大で、そこに現役で合格するなんて、やっぱり竜太と俺は出来が違うなぁと思った。けれど、羨ましくはなかった。なぜなら俺は憧れの美大に入学できたことによって画家という夢を目いっぱい追うことを許されたと同時に実家を出られたことによって心が晴れやかだったから。けれどいざ美大に入学してみると昔からのネクラやコミュニケーション力のなさのおかげで相変わらず友達と呼べる人ができずにいた。そんなある日、俺はとある場所である先生と出会った。その先生は特に授業を持って行ったりするわけではないので、その場所でしか会うことはなかったが、絵に関する知識が豊富で、会うたびにいろいろなことを俺に教えてくれた。俺はその先生のことが大好きで、
放課後は決まって先生のもとへ通うようになっていった。そんな日々が続いていたある日の放課後、いつも通り先生のところへ行くと、ミキがいた。これが俺とミキの出会いだ。俺とミキは同じ美大で、この先生のことを尊敬しているという共通点があった。俺たちは放課後に先生のもとで学んで、その後に二人でその日の復習や、たわいもない話をして過ごすようになった。共有する時間が重なるにつれ、俺はミキを異性として意識し始めるようになり、少しずつではあるが、距離を縮めようとしていた。俺は人生初の恋をして、とても舞い上がっていた。けれどその高揚もつかの間、ある日、母から電話がかかってきて、祖父が亡くなった、と告げられた。唯一、俺も夢も、否定しないでいてくれた祖父がいなくなったことで、俺は絶望の淵に立たされた思いでいっぱいだった。葬儀で帰省し、久しぶりに家族と顔を合わせたが、祖父のことがショックすぎて、父はいつものことだが、母や弟とも話す気になれなかった。そしてもう一つ、俺には大きな問題があった。学費だ。祖父に頼っていた学費を、これからは自分で何とかしなければならなかった。しかも俺の通っていた美大は私立で、普通の大学に比べて学費が高かった。アルバイトだけでは、学費の他に生活費などは賄いきれないと考えた俺は、美大を辞めようと思った。けれど、祖父はもうこの世にいないとしても、夢を応援してくれた思いだけは消えてなどいない、と思い直し、俺は奨学金を借りて、学費を何とかすることにした。実家から帰った俺は、それでもしばらくは落ち込んでいた。俺の様子がおかしいと感じたミキは、何かあったのか、と聞いてきた。そういえばミキに、祖父のことを話していなかったなと思い、俺は話した。ついでに、俺の育った家庭環境についても、ミキにすべて話すことにした。するとミキも、自身の家庭について話をしてくれた。ミキの父親は、ミキが幼い時に交通事故で亡くなっており、そこからずっと母子家庭で育ったという。母子家庭で家計は苦しかったが、母親に奨学金を借りるなら美大に行ってもいいと言われ、入学してからずっと奨学金とアルバイトでやりくりしてきたそうだ。俺とミキはお互いの深いところに触れ合うことで、これまで以上に打ち解けた雰囲気になり、その後交際するまでに発展した。そして大学卒業後、俺とミキは結婚することになった。俺は結局、祖父の葬儀で帰省して以来、実家へは一度も帰らなかった。母とは月に一度の頻度で、近況報告程度の連絡は取っていたが、父とは出て行けと言われたあの日から、本当に一度も口を聞いていなかった。お前なんか家族じゃないと感動されてからは、俺の中でも父とは家族じゃないと思うようにしていた。大学を出た翌年の正月のこと、俺は呼ばれてなどいないが、ミキを連れて実家に帰ることにした。ケンジは、それでいいの？ミキは何度も確認するようにそう言った。うん。どうせ俺はあの家のお荷物なんだ。だったらこっちから縁を切ってやる。そう。俺はその日、一応の結婚の報告と、そして佐藤家との絶縁をする思いで実家に帰ることを決心したのだ。おそらく父は、ミキがいてもお構いなしに俺をけなそうとしてくるだろう。最悪の場合、ミキにまで被害が及ぶかもしれない。それでも俺は、人生の一つの区切りとして、
この試練に立ち向かわなければならないと思っていた。実家に帰る数日前、俺とミキは母校の大学に行った。お世話になった先生に結婚の報告とあることの打ち合わせをするためだ。そして迎えた当日。はい、これから実家に向かいます。ええ。では後ほど、よろしくお願いします。電話を切った俺は、実家なのにインターホンを鳴らして、中から誰かが出てくるのを待った。予想はしていたが、母が玄関から顔を出した。当然、母は俺とミキを中へ入るように促す。居間へ着くと、父と弟の龍太は早速お酒を飲んでいた。何しに来たんだ？新年の挨拶に来ました。父はふんと顔を背け、再び龍太と談笑し始めた。しかし俺とミキが席へ着くなり、体をこちらへ向け、案の定俺に向かって罵詈雑言を吐き始めた。母は相変わらず父に怯えて何も言えずに、ただ食事を運んでは下げてを繰り返していた。お前みたいな出来損ないでも結婚できるんだな。龍太も母親もうつむいている。お嬢ちゃん、本当にこいつでいいのか？さすがに、ミキを馬鹿にされることは想定していても、やはり耐え難かったが、これが最後になると思って、冷静さを保った。父は言うだけ言ったのか、俺たちから体ごと龍太に向き直した。今だ、と思い、俺は最後に話があります、と言った。その時だった。インターホンが鳴り、続いて男性の声がした。母が、正直、正月早々誰だろうと言った面持ちで玄関を開け、その人物を見てから、え？と困惑したような声を上げた。そこには、高級スーツに身を包んだ男性が立っており、その後ろには、一台の黒塗りの高級車が止まっていた。母は、わけがわからないといった状態ではあったが、先生の真摯な外見で、悪い人ではないと判断したのだろう。疑いもなく、先生を中へ通した。新年早々申し訳ありません。そんな先生の姿を見た父と龍太も、驚きを隠せないでいた。先生は堅苦しい挨拶など一切抜きにして、早速本題に入った。私は去年、ケンジ君が卒業した美大で教授をしているものです。この度は、彼の絵のセンスに光るものを感じたため、画家として修行をさせたいと思い、フランスのパリに連れて行くことに決めました。俺が大学時代、ミキと二人で放課後に絵を教えてもらっていた先生は、あの美大の名誉教授でありながら、世界的にも有名な画家だったのだ。そして俺は、そんなすごい先生のもとで約4年間も絵を学んだことで、大学は首席で卒業し、卒業後も駆け出しではあるが、画家として個展を開くほどに成長していた。そんなこと知るはずもない家族一同は、開いた口が塞がらないといった具合で驚愕していた。俺の絵をただのお絵描きだと馬鹿にした父はというと、三人の中で誰よりも目をまん丸にしていた。こんな間抜けな父の顔は初めて見たので、今でも鮮明に覚えている。そのことをご家族にもお伝えするため、この度お伺いした次第であります。先生には大学時代に俺の家族のことを伝えていた。そんな家庭環境でも、自分の目標に向かって突き進もうとする俺の姿勢に心を打たれたそうで、卒業が迫った大学4年の2月、パリで修行してみないか？と先生に声をかけられたのだった。俺は迷わず、行きます。行かせてください。と伝えた。そこから俺は先生と話し合い、
パリへの出発を翌年に決定。その間、都内で画家として活動を続けながら、この日の計画も練っていたのだった。我を取り戻した父は先生から目を背け、ふんと鼻を鳴らし、そして、勝手にしろ、とだけ言うと、再び酒を飲み始めた。話はついたと思い、俺とミキは席を立った。出来損ないで悪かったね。でも、今日でこの家に来るのは最後にするから。父は俺の方を見なかった。母は目で何か訴えていたが、相変わらず亭主関白の父を目の前にしては、勝手なことは言えないようだった。それから数日後、先生と俺とミキはフランスへ向かった。ミキは、俺のフランス行きが決まった時には、内定をもらっていた企業を断っていた。それは、俺のサポートに徹するため。そんなミキのためにも、そして背中を押してくれた祖父やフランス行きを進めてくれた先生のためにも、絶対成功してやると心に誓い飛び立った。あれから5年の月日が流れ、俺は日本に帰ってきた。この時にはすでに日本を代表する画家へと成長を遂げていた。個展を開けば、5年前とは比べ物にならない数のファンが詰めかけるようになっていた。この成功の鍵には、これまでのミキの献身的なサポートがあった。そして日本での個展も4回目を迎えたある日、見覚えのある男性が個展に訪れた。その男性は知っているはずなのに、どこか違った雰囲気で、以前より柔らかい印象があった。そこに立っていたのは、父だった。個展終了間際、父は俺に、この後、食事でもどうだ、と話しかけてきた。俺は突然のことで驚いたが、俺は分かった、と伝え、片付けを済ませてから、待ち合わせの居酒屋へと向かった。そこで俺は、これまで語られなかった父の過去について知ることとなる。実は、父には兄がいたというのだ。本来なら、その兄が祖父の後を継ぐはずだった。その兄は父よりもはるかに優秀で、遺言を継ぐのは兄だと誰もが信じて疑わなかったという。父もそれなりに頭は良かったというが、医者になるつもりはなかったそうだ。けれどその兄は、海外で絵を学びたいと言って、祖父と大喧嘩をした果てに、家を飛び出してしまい、それから一度も帰ってこなかった。そうして継ぐ人がいなくなった結果、父が医者を目指すことになり、遺言は父が継ぐことになったのだ。父曰く、その兄と俺は、顔も声も、絵を学びたいという発想までもがそっくりなのだという。だから自分の兄のように、俺もいなくなってしまうのではないかと思い、必要以上に強く当たってしまったそうだ。父は初めて俺に頭を下げた。俺は、そんな過去があったのなら仕方がない、とすぐには割り切れなかったが、こんなにも縮こまった父を見たのは初めてだったし、あの田舎町から謝罪するために、はるばるやってきたのだと思うと、これまでの悪態を無視して許すことができた。その後、絶縁したつもりだった家族との関係は良好になり、時々、ミキと二人で顔を見せに行くようになった。次は、三人で来るね。ミキのお腹には、初めての子供が宿っているのだ。俺の人生は、出来損ないと言われ続けた惨めなスタートだったが、否定されながらも、信じて絵を描き続けたことによって先生と出会い、そして、ミキという最愛の人を見つけ、大逆転した。親が自分の子供に多大な期待をするということは、今なら少しわかる気がする。俺もこれから生まれてくる子供には、
絵をやってほしいと思うし、それで成功してほしい。けれど、願うことと背負わせることとはまた別のことであるということも忘れてはいけない。時代が変われば、将来の夢の選択も変わってくる。YouTuber が小学生のなりたい職業ランキングで上位に食い込むなんて誰が予想できただろう。少なくとも俺や父の世代の人間からすればそれはありえないことだった。しかし今の俺なら自分の子供が YouTuber になりたいと言っても驚くどころか喜んで応援するだろう。それがかつて俺のように子供が描いた大きな夢なのだから。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。